はい、皆さんこんにちは、アラフマンです。新年最初の動画はこんなタイトルでやってみようと思います。ミニマリストへの道、卒業アルバムのカバーのみ手放してみる。いやいや、ちょっと出だしが遅くなってしまいましたがね、お正月皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ちょっとこう部屋の片付けをしていましたという言い訳のもとに結構ダラダラ過ごしてしまって、あっという間にもう次の3連休っていう風に来ちゃいましたね。まあちょっと新年明けてようやくこう日常の生活を取り戻してきた感じなので、改めて動画撮っていきたいと思ってます。さてさて、卒業アルバムなんですけども、まあ、お正月にいろいろ片付け進めていた時に、本棚整理していた時に卒業アルバム出てきましてですね、で結局これって見てないじゃないですか。なんかでいつもあああるなって思いながら、ちょっとあんまりこう取る気になれず、本棚の奥底の方にまたしまってたって感じなんですけど、今回時間あったのでね、勇気を持って引きずり出してみました。そしたらですね、まあカバーの、端っこの方を日焼けしてるんですよね。なんで日焼けしてるのかっていうと、ちょっと一時期実家にずっと置き去りにしてた時があって、実家はね、日当たりがすごい田舎というか、まあね、よく日が入ってくるような感じなので、本棚に置いてたやつの本が日焼けしてるっていう、端っこの方ですね、右側の方がちょっとシミっぽくなっちゃってるんですけど、でそれをちょっとこのまま持って帰ってきてるんですけど、これをまあね、どうしようかなと思って引き出してみました。でまあ結局ね、見てるといろいろ思い出もありますけど、いやーこれまたこの、あこのクラス、あこんな人いたなとか、あまあこんな運動会やってたなとか、あなるほど寄せ書きもあるしねって思って、またしまって本棚に入れようかなみたいな、なんかその自問自答を繰り返しながら、あミニマリストの絵の道はまだまだ程遠いなと思って、ちょっとこうモヤモヤしてたんですけど、まあちょっと今回いろいろこう片付けで見直してみるにつれて、やっぱりちょっとしっかり向き合わなきゃなと思って、何か一つだけと思って、まずですカバーですね、この汚いカバーだけを捨ててみようと思っています。で本体だけにすると、まあ、本棚の収まりもいいというか、まあ、大きいのは大きいのでちょっと邪魔ではあるんですけど、まあ、見たい時にパッと取り出せますもんね。カバーがあると本棚から出してカバーを抜いて本体を取り出して開くというちょっと手間がかかるのでね、まずカバーはいらないかなと思って、これだけ手放そうと思っています。もしね、皆さんもちょっとこう卒業アルバムどうしようかなと思ってる方いれば、まずカバーだけ手放してみるっていうのもありかなと思って、こんな感じで動画が皆様のどなたかのお役に立てればなと思って、話してみました。新年早々一発目はこんな話題になってしまいましたが、また引き続き私アラフマンは、生活力を上げるだったりミニマリストへの道というところでいろいろ撮っていきたいと思ってます。デジタル系もね、いろいろ好きなんですけど、ちょっとこういろいろものを見つめ直しているところなので、まだ新しいチャレンジできてないですけど、またこれからも頑張っていきたいと思いますので、2021年もよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。アラフマンでした。失礼します。